DJ クラッシュは日本の作曲家、プロデューサー、DJ、東京都出身、本名は石英明、映画ワイルドスタイルに偶然出会い、ヒップホップを始める。当時のヒップホップ創世期にはディスコミキサーというべき機材はなく、現在のものとはかけ離れたくらいの大きさのミキサーに自作で取り付けたスイッチや LR のフェーダーを割り箸でつなげて、 DJ をしていた。1980年代後期からは、原宿の保護店にて、クレイジー A、B フレッシュ、DJ、クラッシュの実定 DJ 版等と、ストリートで活動してきた。そこで、室野や DJ 号と知り合い、やがて、クラッシュポッセを結成し、数多くのコンテストやライブに参加することになる。日本で初めてターンテーブルを楽器として操る、DJ として注目を浴びる。 90年に差し掛かってきた頃から本人の音楽性に変化が生じる。もっと自分らしく DJ 一人でも表現できるヒップホップを模索する。クラッシュポス世界遺産をきっかけにその意欲はさらに強まり、莫大な数のトラックを作り上がてそれがイギリスを拠点とする独創的レーベルモーワックスのジェームズ・ラベルの耳に止まる。同時期にアメリカは西海岸にて DJ シャドウも 同じようなムーブメントを起こしており、それらはトリップホップとも呼ばれていた。1994年のファーストアルバム、クラッシュのリリースを皮切りに、これまでに8枚のソロアルバム、4枚のリミックスリバム、3枚のミックスアルバムをワールドワイドでリリース。いずれも国内外の様々なチャートの上位にランクインする。6スアルバム、進む前マイナスでは、インディーズのグラミー賞と言われる、 米国はフィームアワードにおいてベストエレクトロニカアルバム2001最優秀賞を獲得。エースアルバムサビ CMJRPM チャートにて DJ 作品としては異例の3週連続1位を獲得。その他、ハービー・ハンコック、ケイディ・ラング、ロニー・ジョーダンなど数々のグラミーアーティストからリミックスを依頼され高い評価を受ける。マイルス・デイビス ブラックソート、ガリアーノ、ピートロック、コールドカット等々、数多くの世界的著名アーティストの作品に参加、リミックス及びトラック提供を行っている。また、公演においては、英国最大の音楽フェスティバル、グラストンベリーをはじめ、コーチュラ、モントルージャズフェスティバル、ソナーロスキルデなど、世界各国で200以上の様々なフェスティバルに出演。クラブツアーにおいては、 現在までに、全52カ国、350都市にて、延べ800万人以上のオーディエンスを魅了。現在も、年間、約30カ所以上のワールドツアーを観光している。高風の翼道洲夜の地平線鍵の手航路黒い、雨青い雨幻しく狂気有心 ABCD、速報、ビーチで開催。スターフス、14第1弾に、DJ、クラッシュ。 ザゼンボーイズら3組決定ケティック2014年6月30日、同7月6日閲覧。インタビュー、日本が、世界に誇るアーティスト DJ、クラッシュ1チアーズ2014年7月6日閲覧。ミュージックウィーク DJ クラッシュ瞑想ハット https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュミュージックスラッシュニュースラッシュ157660オーラカン DJ クラッシュ。 バタフライエフェクト、ハットミュージックウィーク、ロニー・ジョーダン、DJ クラッシュ、バットブラザーズ、ハットミュージックウィーク DJ クラッシュ、瞑想ハットミュージックウィーク DJ クラッシュ、オンリー・ザ・ストロング・サバイブ。ありがとうございます。